こんにちは。先輩とカナです。先輩ランドカナです。今日は初めましてということで、初ユニットということで、初めてのユニットでの出演ということで、トップバッターありがとうございます。今まではお互いのステージの中でお互いがこうサポートということで演奏したりということで、お手伝いをしたりでということでお世話になってましたけど、今回はまあユニットということで2人でいろいろアイデアとかこうしたいねっていうお話しし合って演奏をしたいなと思います。なかなか1人じゃできない曲を持ってきて頑張りますので、皆さんお付き合いお願いします。で、1曲目は私が歌いたいと用意した曲で、コッコさんのポロメリアの曲なんですけど、前回ここで演奏した時にちょっともう一度チャレンジしたいなという思いが残る演奏だったので、もう一度こちらで演奏させていただければと思います。では1曲目、ポロメリアから
はい、ありがとうございます、先輩&カナ初登場でございます、正式名称はカタカナ先輩&漢字カナです、ね、いつもはね、私もさっきね、カナちゃんも言ってましたけど、私もカナちゃんもソロで基本ね、やっててで、お手伝いでしたんですけど、まあ、せっかくなので、2人でやるということでね、せっかく2人でやるんだからユニット感出さなきゃいけないのでね、私、皆さん、分かってらっしゃる方は多いと思いますけども、私、ソロの時はサングラスしてるんですけど、先輩&カナの時はこういう格好で爽やかにしたいと思っておりますのでね、今日はカナちゃんの新しい魅力を私がね、ありがとうございます。謎だと思いまして、私の方でこんな曲をかなちゃんに歌ってほしいっていうものをちょっと2曲って言っても、それが、まあ、その編曲がまたいいんですよね。ね、そうなんですよ、はい、漫才かっまあこういうユニットでございますね。はい、それでは、私ね、ソロの時は、古井戸とかね、 RC 作詞の清志郎の曲とかもう渋く歌ってるんですけど、その RC と古井戸の曲をかなちゃんと一緒にやったらどうなるかっていうのをね、本当にやりたくって、でこれまあ私が一人だったら絶対この曲は、やらないっていうかやれないっていうような曲を2曲持ってきたので、それを歌いたいと思いますね。1曲目は RC サクセションで I like you。
こういう感じの歌い方ってかなちゃんやったら似合うんじゃないかなと思って ねいいですよね。どういかがですか ね、うんねそんなことで歌ってもらってよかったです。で次は、またピアノの方に戻っていただいて今度はフリードの曲ね。でどんなフルードなのかなって思って、あのフルードどういうフルードなのか井戸なのかなって思ってたら、ね、あの井戸の名前じゃなくて、ね、ユニットの名前場所の名前かと思ったんです。古い井戸って書くんですよね実際っていうのは冗談ですけど、はい、あの以前から歌われたのでよく知ってたんですけど、はい、ねそうなんですよ。フルイドってね、フルイドって、流動体とかそういう意味があるらしいですよ、ね、漢字にはフルイドって書いてますけど、あのアルファベットで書くとちょっと違うんですね。長くなるので説明しまして、次はですね、2人ながらではの曲でモーニングスープっていう曲ね。これフルイドの、ギターの中井藤茶坊玲一さん、知ってる方いらっしゃいますか。知ってますよね。ね、茶坊さんが作った曲ですけど、当時、新婚ほやほやでね、結構ステージでのろけたりなんかいろいろしてたんですけど、アルバムの中にね、そんな感じの曲が1曲入ってまして、それをね、かなちゃんとやったらいいんじゃないかなと思ってね、用意しました。ちょこちょこっとかなちゃんの声もちょこちょこ出てきますので、これはデュエットです、ね、ということで、いきましょうか。じゃあ、いきます。モーニングスープ1、2、5、1、2、3。
てしまう。何も聞かなくてもみんなわからってしまう。私がロックバンドのですね、ナルクアンシエルが大好きだということはここで何度か大きい声で明言していて、何曲かチャレンジしてたんですけど、やっぱりギターで弾いてほしい、そして好きなものはやっぱり歌いたいので挑戦しようということで、ギターをお願いした曲があります。で、今日ちょうどですね、すごく冷え込んで寒いなっていう風になってよかったなと思うんですけども、何年か前の冬季冬のオリンピックのテーマソングになった彼らのブレス、神の放課後ってブレスって曲があるんですけども、カナダのアバクバオリンピックのテーマソングになりました。今雪が毎日でよかったですので、ちょうどいいなと思いまして、今日は演奏したいと思います。このユニットはですね、1回限りで終わるか終わらないかよくわかんないですけども、今日にかかってるよね。そうですね、今日にかかってますっていうのでもう最後なんですけど、ステージの終わった後の皆さんの反応で決まるそこまでやってきて最後に言うのとても勉強にさせてなって、一緒に2人でやるっていうのはすごく興味深い、私もね、すごいことです。勉強になりました、はい、自分じゃ絶対ラルクアンシェルなんて絶対やらないんで ね、なんじゃこの小言進行はみたいないっぱい出てくるんでね、なかなか楽しかったでしょうね。またできるといいね。はい、ぜひ。じゃあブレス聞いてください。君へと夢は今落ちていて、
先輩&かなでした。ありがとうございました。